こんばんは、ハライチの岩井ゆうきです。こんばんは、ハライチのサービューです。ハライチのターンということで、お願いします。さあ、それでは早速参りましょう。<noise> 今週の猫ちゃんニュース <noise> <noise> <laughs> んんうんこしてなんかな <laughs> うんこしてたんですか <laughs> な,なんか出ます。違います。<laughs> ますなんか出ましたね。熱い風呂入った時。ああ、そっちのこう、なんか。そうっすね。なんかしらのこのなんか、ね。最初辛いじゃないですか。はいはい。え はあれなんなんだろうねょっとにちょっとだったらもうめちゃくちゃ気持ちよくなるんだけどね最初最悪ですよね最初地獄う単やがらへんってもうでパってムカつきますもんねいってぇなってな設定したの入れねえじゃねえかよっていってぇなって思うんですよねでもそれを乗り越えたらもう気持ちいいこの金玉とお尻の穴の間のとこいって でっ,て <laughs> って思うのがね。あれなりますよね。この番組では毎週オープニングにテイラー・スイフトの猫、オリビアをスポンサーになってもらうべく、猫ちゃんに関するニュースをお送りしてもらいます。ライブで来てましてね、はい、テイラー・スイフトね。ああ、なるほどね。そうか、オリビア稼いでるみたいな前ありましたね、ニュース。 なん,だねうん、なんか「あのポカポカで一緒に出てるねあの神田さんがライブ行ったって言ってましたよね。イっっテイラー・スウィフトのライブ行って、うん、もうめちゃくちゃ良かったって言ってましたけど<う>な,んかあなんかライブとかやるような人なんだって俺思った。なんか え、どういうことどういうことえどういうことアーティストなんだから。知らなかったうん、知らなかった。え、じゃ、これ前、オリビアのニュースとか言ってた時は、全然知らなかったなんか、あの、俳優とかと思っうん。ハリウッド。はい。女優かと思ってたうん。違う違う。めちゃくちゃシンガーよ。あ、そうなのとでも、今もう、今っていうか、歴代、トップぐらいアメリカのこの、いしわかんシンガー。届いてないわ。グラミー賞とかでももうそこ。岩井にまだ届いてないわ。 テイラーまだだね。サイターとかのね、最優秀のそのレコード奏者とか。聞かないっしょ、だって。うん、ま、いやいや、すごい人気ですよ。え、どういう曲があるのいや、だから、あれだと、昔、んかテラスハウスのとか。えあのねん。ねー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 あ、そう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 。あ、それかそうそうそう。 じゃあテラススハウで売れた人ってこ言っちゃうと、ちょっと違う、け美和子ちゃんとか、とか今井花とかなっちゃううそういう、あとチャイと一緒。チャイと一緒じゃない。チャイはまた、チャイと一緒か、同じようなシンガーソングライターみたいな、近いけども、アメリカではもっと届いてなかった、チャイぐらい頑張った方がいいよ。いやいや、だから、めちゃくちゃ怒られるよ、ハイパースターズですから。ということで、今週。 猫ちゃんニュースはこちら、猫ちゃんちゃっかり自分のものにする、うんえー、スウェーデンからのニュースです。 ある女性が、おいっ子の子守りをしているとき、おいっ子が泣き出したので、おしゃぶりを与えようと探していると、そのおしゃぶりを食わえた飼い猫を発見。猫はおしゃぶりをかなり気に入り、<ー>ずっと食わえたまま話さなかったようで、飼い主は諦めて新たにおしゃぶりを買うことにしたそうです。ということです。なるほどね。ん好きなのか、こんな、ね。んな見たことないですね。<ー>ああ、そうか。<ー>おしゃぶりを買う猫なんかね。 うんもうこの猫が噛んだねおしゃぶりをおいっ子に与えるわけにもいかないですからねまあそれは衛生上やっぱちょっとねうる、ん、さいですからね猫の口って <laughs> ちょっとひどいじゃな <laughs> 猫すごい好きなんですよねすごい好きです たまにするひどいこと言う。ね、猫ほんと口。ちょっとですよ。<laughs> 口。猫にひどいこと言う <laughs> 頻度が増えてくると、ちょっとスパン短くなってきてますね、うん、だんだん。猫、口くさいですからね。どうで、ん、す冷める、うん、<laughs> かわいいんですけどね。とにかくかわいいんですけど。ということで、早速参りましょう。ハライチ、386回目のターン。うん 改めましてこんばんは荒内の岩井ゆうきです。チャビューです、うん。世の中的にはースーパーボール、リーーー、ね、オのカ会にはいろいろなイベントで盛り上がってますけどもね。岩井さんなんか世界的なイベントだから興味ないですよね。全くないね。テイラース・ヒントンとグラミー賞とか何にもなな何ですかミニって何になるの、まあ？まあミニまあグラミー賞、うーんアカデミー賞全然興味ないです。 興味ないことに興味なさすぎるその差が激しい興味あることと興味ないことの行ってみたいないですかこのんかあるじゃないこのなんかお祭りとかもさすごいいいよだからそのねぶたとか国内のもそうだけどやっぱ行くとすごいっていうね生で見ると花火1回でよくない

思うけどわざわざ行きたくないお岩井今度さねぶたんだけど行こうぜえっったくない全然うんあいやいや、今ファミレス行く途中だけどさあれ見てみのねぶただよえすごっってなるけどあまあそうねはい行かないよわざわざはちょっとんか見つけたいな岩井が行ける祭りをなちょっと提案してほらあこれありますわこれいけんじゃない岩井え ニュース、うん、ワンコそば全日本大会開催 <laughs> 4年ぶりに岩手県花巻市で開催小学生、個人団体3つの部門があり個人の部の優勝は5分で240杯食べた妹さん、うん、7回目の優勝を飾ったこれ、うん、岩井さん大食いなんだよね大食い、うん、結構ねまあ早食いではあるねありましたねアルピーさんとシロシティさんとやった大食い対決、はい なんか井さんがね俺は大食いだって言ってたけど結構な差で倒しましたねマックのナゲットを5分か10分ぐらい三30個ぐらい食ったんだかすげえ食っだたよねこれいやいけんじゃないわんこそばってどれぐらいのあれなんだろうねえもう本当に一口程度でつゆと入ってて俺いけるかもしれないな240杯うわこれやってみるかいやつゆによるな一回やってみるかつゆによる 俺なんかコントの中でさやったんだよね蘭光そばをやったのそれでもやっぱこの飲むんであんなんさわってそしもう汁でもう腹タプタプになっちゃうなんか先に高野豆腐とか食べとけいんじゃないえなんでその胃の中でさ高野豆腐に汁をさ吸わせとけばいいんじゃなカラッカラの高野豆腐をじゃ無理だろそれいけるだろ えそれ多分いけるよ濃い豆腐とかそう硬そ土とか洗って洗いに入れとけば入れとけばいけるかな吸ってくれるいけるよ細かい硬そう土いっぱい食べとけばそうバレないよ。バレないかなさあのさ赤木がさああののさ血をさ あの座れる麻雀みたいな<う>あの点数によって血を吸われる麻雀であの人間ってこれぐらいの血を吸われたらあの死ぬっていう量がんだけど<う>それを超えても赤木は死なかなかった<う>なぜなら<う>行く前に輸血してったから<う>これと同じやり方だ<わ> <laughs> 一緒かな一緒かな <laughs> 胃にけいそ度をしぼんねいてこいつけいそ度食ってやがる <laughs> 俺は軽装度をってきたのさいやーってああいけるよいけるねドーピングなんないかな大丈夫だろそんな書いてねえんだからそうねルールブックないですよねそ俺はちょっとそれで挑んでもらいたいもんだねということで今週もよろしくお願いします先週総務省が発表した家計調査でラーメン支出額日本一は山形市になったというニュースを話したところ US が引っかかってましたね そう、カウントしてんのかと。あと、焼肉屋さんのね。はい、あの締めのなんか。<laughs> ちゃんと作ってるラーメン、たまにあるでしょ。牛骨ラーメンとかね。あれとか入ってんのかってこと。か調べ方が分かんないというのを。ね、うん、なんか話してて。うん、この件についてメール来てます。ラジオネームトリオ、鳥尾。 私は以前、区役所の統計係という統計調査を担当する職場におりまして、うん、家計調査についても少し知っているのでお知らせします。うん、ラーメンや餃子の売り上げ順位でこの時期話題になる総務省家計調査は、抽選で選ばれた全国約9000世帯に、うん、 家計簿を書いてもらう方式の調査です。家計簿。うん、岩井さんがご懸念されていたカウント方法ですが、うん、例えば焼肉屋での本格牛骨ラーメンは、うん、その家の人が焼肉屋でラーメンだけを食べた場合は、ラーメンにカウントされ、うん、ラーメン括弧外食、うん、と家計簿に記入し、うん、メインで焼肉を食べ、最後にラーメンを注文した場合などは、焼肉括弧外食と記入されると想定されます。なるほどね この調査は市区町村から派遣された調査員が対象の家庭を訪ねて家計簿を書いてもらうようにお願いするものですが、うん、かなり詳細な、それも半年間にも及ぶ調査なので、よく断られます。うん、国の重要な施策に反映される調査ですので、ご自宅へ調査員が伺った時にはどうぞ調査にご協力をお願いいたします。ということみたいですね。家計簿にどうつけるか次第という。なるほどね。はい。 なんかさ、うん、それ聞いて思ったんだけど、はい、そんなさちゃんと家計簿つけてさ、うん、きっちりやるさ、家庭こそさ、うん、なんかラーメンで済まそうってならない気がするんだけど <laughs> <laughs> 確かにな<ー>ちゃんとそう,そ,うそうだ,なだから、うん、うんなんかラーメンはその、なんていうの、統計的に下がっていく気がするんだけど、ね。 総務省のやり方は間違ってる。<laughs> 国と戦おう絶対違うっしょ。ああ、これちょっと難しい、ね。難しい。これ良くないと思うよ、俺。うん、やりたいな。一回ちょっと話してみるよね、<laughs> 総務省の人そうそうそう。<laughs> これ難しい、ね。やり方間違ってるやり方、ね。さあ、ということで、こっからは、いた客のコーナーです。<た>えこのコーナーは、 キャバクラにハマるパーティーちゃんの菅ちゃん最高ナンバーワンに痛い客、つまり嫌われるような客の特徴を教えたところから、えー、いろいろな業界の痛た客の目撃情報を送ってもらって自分がいた客にならないように学ぶコーナーです。はい。2>, <laughs> 2週目。2週目。コーナー2週目です。はい。参りましょう。ラジオネーム、デカメコーヒー。以前お寿司屋さんに行った際、 ネタの産地を当てようとしてことごとくすべて外しているおじさんがいました見ているこっちまで恥ずかしくなりちゃんとお寿司を味わうことができませんでしたああまああるよね寿司屋はそうそう出会うよねこれどこどこのでしょうみたいなどうする対象は先生違います先生違いますって言うんでしょいやどこどこのですあとワインね ああ、ワインもあるね。これ、あの、ボルドーとか言っていや、ブルゴーニュです。ああ、似てるよね。ああ、恥ずかしいよね。だから、そのなんでそのギャンブルすんだろうね。なんだろうな。自信があんのかね。ね。その、当てて、王手そんなならないのに、外したときの方ダメージのほう、でかい。でかい。リスクしかないね。そう。あれ。何やってんだろうな。えラジオネーム。 まとめ方 <laughs> すんなよ。<laughs> 何言ってんだろうなって。<laughs> えー、おにぎりの申し子。えー、コンビニでバイトをしていたとき、タバコを買おうとして、えー、メビウスのお任せでという謎なことを言ってきたいた客がいました。とりあえず適当にメビウスを取って開禁をすると、これはセンスないわ。せめて8ミリっしょと言ってきて店を出ました。<laughs> ああそういうことああそう。 メビウスの中でも何ミリかあります、ね、種類があるからはあ。めんどくさいねー。めんどくさいよね。それは。なんか、いるよね、飲食店でも。うん、うん。なんか、おすすめありますかって。いや、まあなんか、うん。まあ、どこ特にみん全部おすすめなんですけど、っ、うん、ったら。じゃあ、あの、お姉さんのあのおすすめのやつでみたいな。ああ。俺、ったわ。った ゲーム屋さんでバイトしてたんよ。ゲームゲーム屋でゲーム屋で、しかもそのパソコンのエロゲー、パソコンゲームで言ってる客いたわ。何何いや、おすすめありますって。で、店員に聞いておすすめエロゲー。それ答えてすよ。俺じゃないんだけど、他のそのね、同僚の人が。これなんかよく、あの、販売されて、よくこの売りに来るお客さん前に回転が多いんで、人気作だと思います、みたいな。 回転が多い中古のエロゲー買ってくるの嫌じゃない手伸び、伸びにくい,よ、ね、いやだろなか確かに。<ー>みんなこれでみたいな。そう。嫌だななんか童貞御用達のみたいな。<laughs> 売れ下ろしゲームで。 ハライチの岩井ゆうきです。サービューです。この時間 TBS ラジオから全国18局ネットでハライチアターンをお送りしております。それでは、ヤマト運輸さんとのコラボコーナー参りましょう。黒猫の可愛さとぴったり同じもの、ミっケ黒猫の団子,団子、団子、団子、僕の恋人ヤマト運輸さんは、隙間時間に楽しめる猫にまつわる記事を発信する、ヤマト運輸公式ノート、黒猫ミっケを運営しております。 その黒猫みっけにちなみ、黒猫の可愛さとぴったり同じものや人、シチュエーションなどを探そうというコーナーでございます。いやー、ヤマトウィンさん、ありがとうございます、本当にあい,いやー、今日来ていただいて、いらっしゃってくれてますね。お一人来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当に、遅いに、ね、もう、ね、今朝、 あったばっかりですもんね。この方ではないですね、この方。いや、今朝ね、もう。宅配またね、現場の方。来ていただいて、本当ありがとうございます。今朝ぶりで。違う。ありがとうございます。先、ほども LINE してくれましたもんね。うん。運輸一人で回してたのね。すマ運輸。先ほど、え、先ほど LINE してくれた人ですか違いますよね。えあの、個人で経営してたんです嬉しかったです、あれは。なんと、岩井さん。今週は大和運輸さんが、 差し入れ、え、くれてます。何ですかいただいております。差し入れ何でしょうか？なかなか想像つきませんよね。ヤマト運輸さんからの差し入れいただいております。そういうことんですかはい。うん、差し入れ、こちら黒猫のチョコケーキですええー、わかわいいめ <laughs> っちゃかわいい <laughs> だいぶかわいいです。何これかわいい。はい。こちら山田浪衣さんのキャラクターの黒猫白猫ってこのね、この黒猫モチーフ。キャラクターがいるんですけども、えこれ、ファミリーマートさんと作ったもので、はい、このケーキ。2月22日、ね、猫の日に合わせて、え発売される。なるほど、ファミリーニャート大作戦の商品として、 素晴らしい、かわいいということでございますねいや,いや美味しそう、そんでドーム型のケーキ、はい、いや、素晴らしいですよ、このケーキは、あファミリーマートさんで作られてるんですね、そうです、そうです、のコラボという、ね、あ<ー>ことですよね。どうですか、ファミリーマートさん、はい、いけますか、スポン。 あんま、あんまりまし、ね、スポいけますか山戸海優さんのスポ中の勧誘スポやめてくださいあんまりちょっと下品すぎない、ね。チェーンスポいけない。チェーンスポは下品すぎ、すぎますんで。<laughs> そうですか。スポリレーやめてください <laughs> そうか。スポ呪術つなぎやめてくださいね。え,ー、えっと、これ、ちょっと、いただきますか。はい、いいですか、はい、食べて。 ちょっと、いただうまそうなんだよ。ファミマのさ、このパターンのケーキ好きなのよ。ちゃんとしたこのね、うん、高級感さ。じゃあ、いただきますか。どうぞどうぞ。はい。ね、かわいそうだけど。うわー、<っ>柔らかいうわなんだ。すごいフォーク入れただけでめちゃくちゃ柔らかさが伝わってくる。いただきます。いや、うめえすげえ、これ。うーん。なんかチョコがね、パリパリとしたチョコが入ってるんだ。 で、上はすっごい柔らかいムース。ー一番下スポンジ。この濃厚なチョコが最高<ー>、うん、いいですか私も。いただこうかな。さあ、はい、こう <laughs>。<laughs> かわいいですね。うん、いただきます。あ、ほんとだ柔らかい。柔らかい。柔らかいふわ、うん、ふわ、いただきます。ふわふわ。うんうめえほ、うんとだ、もう。うん、ほぼムースの柔らかさで。うん エコー、おい俺の時のエコー、おい,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 いちょっとなんて言ってんのか分かんないですけど、多分エコーかかってないことで切れてますわ。すいませんね。スポ中ですよ、澤部さん。スポ中。ちょっとやめてくださいエコー来てらっしゃるんで、クソって言っちゃってますんで <laughs>。いや、来てらっしゃいますんで <laughs>。美味しいですよね。美味しい。味は美味しいです。なんか。 めちゃくちゃうまいわ。茶色い、茶色いしぶきがすごいですけどね。なえさあ、それではメールを紹介していきます。えー、そはいはい。黒猫のチョコケーキ。2月20日から全国のファミリーマートで販売が始まるということだから猫の日のちょっと前ってことですね。そうです。ぜひこれ、見つけたらね、食べてみてください。それではメール参ります。東京都ラジオネーム、前年当資制止コピーマン。はい。黒猫の可愛さとぴったり同じもの、ミっけ。

ゴロゴロの球の待ってる時間いラついちゃうちゃんと投げろよして結局ガーターじゃんタイプかあれでストライク出された日にはたまんないもんねこっちねそうかちょっとダメでしたね中野なかラジオネームスパイラル大根黒猫の可愛さとぴったり同じもの三っけ海外の空手道場で薄い木の板を割ろうとするけどなかなか割れずにただ板をペチペチ叩いてるだけの状態になっちゃっている掛け声だけは黒帯の子供 まあ、かわいいっすよね。かわいいね。間違えんだけど、この動画。うわ確かにね。もう乗っちゃって、いたに。で、で、で、でペッ、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 ペやってる、やってる、やってる。うで、ちょっとこの師範がたまにね、声かけて、違う違う違う、一回下がって。一回下がって。違う違う違う一回下がって。でもずっとやろう。やろしいんだ、ずっと。ずっとやろしくて。一生懸命なんだよな。一生懸命なんだよ。おいおっすって。確かにな。イエーペチペチ。 あれ、子供の方が可愛いかもな。あれやばいよね。超えちゃった。あれやばい。可愛さ。そう。強すぎんだよな。すごい。可愛すぎるね。あれ可愛すぎる。空手かテコンドーか。どっちかですね。えー、東京都ラジオネーム前年投手選手コピーマン。黒猫の可愛さとぴったり同じもの三っけ。みんなで言葉を合わせるときに、あたかも周りには聞こえない感じで言ってるけど、全部聞こえちゃってる小さめの声で言う。せー これは今私も可愛いく言えましたねあああなるほどねうん黒猫かもなああこれもちょっとそのなんかやりすぎやりすぎいやそのさ言わなくても合うよって思っちゃううわそっち派だねご飯来てちっちゃい声でいただきますもそうだねと一緒だねちょっとやりすぎやりすぎだな 続きまして、石川県ラジオネーム、形状記憶老人。バイキンマンを見つけたアンパンマンが、バイキンマンと反応するたび、ドキンちゃんもいますと言って、自身の存在をアピールするドキンちゃんああ。これは可愛いでしょそうね。めちゃくちゃ可愛いよね。あ可愛い可愛い。後ろからね。バイキンマンあの、後ろから見えた。そう、後ろから見えたあの、あの、乗り物乗ったりして。あの、ドキンちゃんもいます。朱色のね。そう。バイキンマンドキンちゃんもいます。さあ、これは。 これはぴったりかもな。あ出ました。やりました。これは同じだな。同じだね。これもう本当に、バイキンマン、ドキンちゃんはいます。で、アンパンマンは、ドキンちゃんって言わないもんね。あ、言わない。うん。かわいそう。あ、そうか。そう。バイキンマンとドキンちゃんって言わない。よくないね。アンパンマンアンパンマン、ドキンちゃん見えてないんで。確かにね。うん。 これ素晴らしいですね。愛知県、続いて、愛知県、ラジオネーム内閣ひくめこりラ黒猫の怪獣とぴったり同じもの見っけ。二人で銭湯に行ったとき、水風呂を指差して、この温泉入ってみてくださいよ。とボケたら、おめえ、これ水風呂だっべと笑いながら突っ込んでくる有事工事、マシコタクロマシコさんね。これはどうですかああそうね。マシコさんって可愛いから。可愛いよね。これマシコさんかもな。 超えてきちゃうかわいいからね。U 字工事さんってやっぱ二人ともかわいいからね。で、その突っ込んでる時に、うん、嬉しそうにするからね。<laughs> <laughs> 嬉しそうにするねマシコさんってねそうマシコさんそうボケる時も嬉しそうだしね嬉しそうなんだよねそう常に楽しそうなんだねちょっと超えちゃうのも結構出ますねはい。ということで今週は以上でございますこのコーナーで採用されたリスナーには大和ウイさんの黒猫白猫のぬいぐるみをセットでプレゼントします引き続きこのコーナーへの投稿を待ちしておりますメールの宛先は ht.tvs.co.jp です住所、氏名、電話番号もお忘れなくさあ大和ウイさん 明日もお願いしますね。宅配ですか、ね、あ、そうそうそうですか。そうですか明日ね。来週明日にしてくださいってライン編集しましたんでよろしくお願いします。ずっと頼んでるじゃん。原市のターン。はらの岩井勇気です。サービューです。この時間 TBS ラジオが全国18局ネットで原市のターンをお送りしています。はいえー 平野レミ早業レシピアフタートークイベントやったんすかやりましたね<ー>久しぶりにね17回目っつってたかなあーめっちゃやってるそうなんですね今回またとんでもないこと起きましてねなんすか前日ぐらいこの出演者みたいなねゲストとかその並びこうちょっと送られてきて見て、うんうん、田中玲奈さんああえゲストえ お私の大好きな。えきなやばかったね。え、会ったことあんだっけ一回だけ会ったことあるんですけど、それもまあ、番組で、結構人人数も多い番組で、ちょっとこうあって、で、好きとかそういうのも一応伝えさせてはもらったことあるんですけど、今回、その、ハイハザレシピなんてもう、ヒデさんいて、田中玲奈さんいて、で、俺みたいな、で、レミさんのね、調理シーン見るみたいな、そのなんか横並びでみたいな。 その田中玲奈さんに会うのが早業レシピでいいの名前的には。<laughs> 早業レシピなんて最高だよね。最高なの。そのもう掛け合わされてる。好きなものと好きなものが。 な、何と何がレミレナレミレナが揃ったこれは、ちょっと強すぎるね。レミさんもやっぱ楽しい、好きだからさ、レミレナ掛け合わさっちゃって。田中レさん、私はもう写真集、握手会、行かせてもらってましたね。ですし、ラジオ、田中レナハートをあげる。ヘビーリスナーでしたが、私メールも読まれたことありますからね。田中レナハートをあげる。が、そんな、 リスナー澤部が本人とこうまた再会できるっていう,、うん、うんなんでそんななんか番組に出んだろうね朝ドラ出てますねあそうなんですかそうなんですよあそれのねそうそうそう、うん、でその日まあこうちょっとドキドキで NHK 行って、うんえー、そしたらその日楽屋入ったら全身タイツ茶色の全身タイツ用意されててねその日はなんか焼き芋の神様の役 <laughs> <laughs> ちょっとわかんないやもう。焼き物神様の役が用意されてて、俺。やりすぎててもわかんない。かんない。いろいろ、そうそうそう。えまなんか焼き物神様の役で、クイズ出したり、ちょっとコーナーがあって焼き物ね、を背負ってやるみたいな。断ろうかと思ったね。さすがに、さすがに焼き物の状態で会いたくない会いたくない。憧れの人とね。でももう一応プロだしさ、それ着てさ、一番、まんなきゃいけない。状態が悪いんじゃない 嫌な状態なんじゃない好きな人と会うのに、焼き芋の状態っていうのが。状態としては一番悪いかもね、確かにね。そうだよ。環境良くないよね。着替えてさ、全身タイツ着替えて、メイク行ってね。メイク行って、メイク室から楽屋戻るときに、正面から田中玲奈さんね、行うわっううつってすぐ角曲がっちゃったよね。なんか全身タイツ。もう焼き芋の状態だけ焼き芋の全身タイツ、そう。焼き芋の状態恥ずかしくて、ちょっとそこではなんか会えない。角曲がっちゃった。 で、本番さ、うん、始まったら始まったでもうすごいんだよ。うん、もうそれはレミさんの独断場ね。まずこのもうボール、うん、耐熱の,この透明のボールみたいので、はい、ニンニクもバーンっていつもやってる、も,るね、もうね、おなじみの技、うん、潰して始まって。はいはい、あとカレーうどん作るっつって。ああ カレーうどんもうお鍋に全部具材とか、うん、カレーのなんかペーストなんか全部入れて、うん、もう煮るだけ簡単カレーうどんそうなるんだよな。そう。で、全部こういろいろ具材入れるんだけど、うん、材料入れるのもなんか、お皿に乗ってるでしょ、材料が。うん、それをなんかバーって入れて。で、その皿同士、皿でも材料なんか。 ガチャガラガチャガチャ。皿をこすり合わせて、材料。入れるみたいな。傷ついちゃうい。そう、ガチャガチャガチャっつって。で、最後。冷凍うどん入れるわけだよ。冷凍うどん、二玉。冷凍うどんで。具材かき混ぜちゃうから。固いから。固いから。冷凍うどん二つで、かき混ぜて。はいはい。ガチャガチャガチャってかき混ぜても、その最後ね、うどんそれ入れちゃえば。ええ、洗い物少なく済むしね。お玉とかね。なんか、菜箸、それもべちゃくちゃ。そんなことないんだけね。すごいですね。 下の方になんか沈殿してたりするん全部混ぜらないでしょ、絶対。いや、でもうどんも結構入れてるからね。そうなんだ。ぐちゃぐちゃ混ぜて。あと、あの、8分。8分、8分ビーフシチューって。8分ってこのその、わーってやる気、頑張るぞっていう8分ね。あー、そう。8分。で、8分。時間の。8分ビーフシチュー。その、まあ、レミさんらしいこのネーミング。8分でできますみたいな。ビーフシチュー。がいやー それすごいですねって見出したら、全然8分じゃない。全然、全然オーバーしてんの全然オーバー。オーバーしてんのあ、これ何ですかみたいな。みんなで。どっから8分ですかちょっとわかんない。いいのいいのいいの。いいな。大体八8分。カレミさんも。あ、あ、合ってんですか時間はあってないと。そう。で、え、中盤ぐらい後半ぐらい。焼き芋使って、 とろみを出した、こうなんか生チョコ。チョコそう。に焼き芋使うみたいなのが出てきて、バレンタインデーも近いし、つって。ね、で、それタイトル、ネーミングが、偽装生チョコっていう、この、料理なんだけど。<laughs> よくない感じ、ね。偽装生チョコ、やっぱトレンド入ってたね。偽装生チョコは偽装生チョコ。生チョコ工場がなんか、不正を起こしたんじゃないか、みたいなとこで、<laughs> みんな思ったらしくてね。ねうん、なんかトレンド入ってた。なんか、高島屋の。<laughs> なんかね、ケーキか、クリスマスケーキの、そういうのと一緒になっちゃうね、偽装生チョコ。なんか、レミさんかみたいな、偽装生チョコっつって、そこで焼き芋の神様、私が登場するんですね、下に着てた全身と、上に着てた服脱いで、服だったんだな、それもわけわかんない、スカジャンだったけどね、また、スカジャン用意されてて。 芸人のイメージながらね。俺、スカジャンのイメージ。あんま来たことないもんな、お前な。浜田さんぐらいでしょスカ今来てんの、そうだな。スカジャンと、スカジャンと血のパン用意されてたからね。それ着てずっと出てたんだけど、それ脱いで、で、頭に焼き芋のかぶりもちゃんとかぶって、で、出てって。したらまあ、予想通りね、時間をしてクイズカット。うわ焼き芋で出てっただけ。焼き芋で出てっただけ。焼き芋で。 もうねってって、挨拶しただけ。<ー>で、もうすぐなんか、一応焼き芋を、うんえー、その調理スタジオにいるレミさんに届ける。うん、はい、もう行ってみたいなだけ。調理スタジオにいるレミさんに、うん、なんで神が届けなきゃいけないのよ。うん、それはもう分かんないですよ、<laughs> 俺も。<laughs> カミラでしょクイズもないし、<ー>わかんない。クイズ出すんだったらまだわかるんだから。うん、いや、のことすべて知ってる私が、クイズ出してって。うん、それもクイズもカット。でも、なんか出てくときに、ヒデさんが、うん、でもあれだろう、澤部田中さん一番好きな俳優さんなんだろうって言ってくれてね、ああ、あそうです,なです。した田中玲奈さんが、輝いてますよってね。言っ、うん、てた。言ってくれた。うん うれしかった言ってくれた嬉しかったねそれだけで全部報われたクイズカットもでなんかちょっと調理手伝ってみたいなで田中玲奈さんのレモンを使う料理も出てきてさレモン田中玲奈さんがレモン作ってるみたいな自宅で家に木があってみたいな田中玲奈さんのレモン使いますみたいな今日取ったやつみたいなだからちょっとレモン持ってきてみたいな えー、田中レナさんもその見てるスタジオが調理のスタジオの方を移動してきてくれて、したら、レミさんとそのレナさんが2人で、ちょっと、レモン、レモン持って、来て来て、こっちへみたいな、<ー> 2>, 2人で並んで、行ってそうするとなんか、パネルみたいな、2人を囲うパネルみたいなのが出てきて、<ー>でなんかそれを見ると、なんか雑誌の表紙みたいな。 パネルになってんのでそれ二人で入って二人で「そう一斉のせみたいな「t h e t e l e i o n みたいな「テレ l ジョン n ね NHK だしレミテレミジョン「みたいな「いやこれカットでよくないですか?」クイズできたじゃないですかこのくだり結構時間かかってましたけどこのくだりカットでクイズいけましたよねって俺はすごいその場でも言ったんだけどマストだったんだな ダメこれいるじゃねえこれはみたいな。レビさんも <laughs> やりたかったんだろうね。<laughs> うん、で、なんかもう慌ただしくそれでもうそのま,まもまエンディング、うん、最後試食、<ー>バ,バババババって試食しない。今回やばかったも十17品ぐらい。1時間やん,んのまた。1>, <laughs> 1時間ちょっとで。やば !17 品だったけど、初めてじゃないかな。うん、1一品カットみたいな。ええー、ちょっと今回1品カットです。ホームページご覧くださいみたいな。ぐらい今回パツパツで。<ー>できてんのそれ。なんか。 まあ、半生みたいなやつはないわけ。一応できてる。<ー>ほぼほぼ。できてるんだ。でももう最後すごかった、もうなんか。うん <laughs> 芋ぶっ立てて芋のチップスぶっ刺してそう焼き芋にレトルトカレーかけますみたいな <laughs> レ,トトレトルトカレー最後レトルトカレーかけてこれもうほんま美おいしいから <laughs> レトルトカレー使い出しちゃったら違うじゃん, <laughs> ゃじゃんで最後もうそのまま番組ドドドって終わって<ー>で写真撮りましょうみたいな、うん、さあ最後さ番組写真撮りましょうって写真撮って、うん、でお疲れ様でしたってなったんだけど、うん、田中玲奈さんと写真撮りたいな ってなるよねでも前会った時も一応写真は撮ってもらったのった、うん、前会った時俺は勇気出して「いいですか?」って言って、うん、で通称って撮らせてもらった、うん、なかなか今回こう出なくてね言葉なんかやっぱり恥ずかしいんだろうな焼き芋が、うんうん、多分まあ焼き芋が撮りに来たみたいになるもんな焼き芋がなんか焼き芋の役なんかやらされてるやつが、うんうん いやそうだなやっぱず芸人こんだけやっててもどっかあんだろうなそうだろうなんかそういう恥ずかしさ芋芋の芋役の俺がみたいなで芋じゃ芋外してってやってたらもう行っちゃってね田中さん「お疲れ様でした」なて言っちゃって「写真撮れなかったなお疲れさまでした」でスタジオ出て下田中彩さんが戻ってきてお ちょっとスタジオで宣伝用の写真撮りましょうみたいなスタッフさんとか朝ドラの SNS か分かんないっ!はいはい」って「うん、ここだ!」って、うん、声かけようよしって思ったけど、うん、逆に芋外したあと声かけるのキモいよね。そう番組終わって芋ありで写真お願いしたらまだなんかこのノリというかさ番組の記念でさ分かるけど芋取り澤部だと逆に気持ち悪いよね。気持ち悪いね。 かぶり物取って、全身タイツは着てんだよ。余計気持ち悪いね。気持ち悪い。で、グッてなっちゃった俺も。お疲れ様でしたってなっちゃってね。そうね。で、おしまい。もう、そのまま。結局ね、今年も、そのまま着替えてポカポカへ。くそって。して、で、タクシー乗ったら、マネージャー桜からね、パワンとライン来て、した集合写真送られてきてね。 そ,そ,れそれでなんかグーって熱くなった胸熱くなったぐーってなって静かに目を閉じてぽかぽか迎えましたありがとうな桜ら<ー>嬉しかったねあの写真ーー芋をかぶってようがかぶってなかろうが気持ちない <laughs> <laughs> まあそうだないい芋かぶった芸人なんて余計気持ち悪いよな 原因ってキモいから <laughs> 原因てキモいわ原一のターン <laughs> 原一のターン <laughs> 原一の岩井祐希ですサービューですこの時間 TBS ラジオから全国18局ネットで原一のターンをお送りしておりますはい、まあ、あのー、ねよくさあのーうん、人生戻れるならいつに戻りたいみたいな話あるじゃないですかまあまあありますね、うん、でもこれちょっと考えてもらいたいんですけど、うん、正直ですよこれが 本当に行われるとしたら、すごく怖くないですかって話。よく考えて、うん、あのー、そのさ、戻りたいところに戻るっしょ。うん、で、今の、この時代にたどり着くまでに、何起こるかわかんないっすよ。今の、おそう。 でその戻るでしょ現代に戻るまでに何起こるか、うん、一切分かんないじゃないですか。うん、でも、以上、過去のこと覚えてるわけでしょ、記憶はあります、うんうん、でも今さ、うん、今ですよ、今の自分が、うん、こうやってこの生き延びてきたけど、うん、戻って少しでも人生変えたら、そこからまた全く違う世界になっていっちゃうわけじゃないですか。その世界ではもしかしかたら 何かの要因で死んじゃうかもしれないとかい可能性はありますよね。ねあるね。だから、自分が今、現在生きているところまで生き延びられてるか分かんないってことなんですよね。うん、まあね。それに戻るっていうのめちゃくちゃ怖くないですかあ<ー>うん。そうなんですよ。だから、そのいろんな要因で今にたどり着いてるっていうね、うん、ことを考えると。確かにな。あの、やっぱ一回過去に戻っちゃったら、うん、絶対今みたいな感じにはならないですよね。 うん、うんか、そうね、たどろうと思っても、だって、変えちゃうよね、そう、絶対ね、ちょっとずつなんかが変わってっちゃって、今みたいな感じにはならないですよね、こうしたいなっていうのがあるから戻るんだろうしね、で、俺らももう一度芸人、始めたてに戻ったら、うん、これもう、今にたどり着けないじゃないですか、たどり着けない。うん 絶対たどり着きない,い。売れれない可能性だってあるんですよ。テレビに出てない可能性だってめちゃくちゃあるし。全然あるね。すごい運とかも全部合わさって今、ね、ある。本当そうだね。もう絶対無理じゃん。無理。うん。だからその、人生戻れるならいつに戻るみたいな。これ考えると怖いんですよね。うん。そう言われると確かにそうだね。戻りたいかって言われたら別に戻りたくない。戻りたくない。ないってなっちゃいますよね。うん。うん。うん、それ聞くとよりそうだね。そう。 要するに、うん、このね、人生戻れるなら、いつに戻りたいっていう質問って、うん、今の記憶を持って、ちょっと過去に戻ってみて、うん、しばらくしたら今に帰ってきたいっていう、ああ<ー>、そう。確かにね。ちょっとした思い出巡りツアーみたいな、タイムそ<う>トラベル。やつなんですよねツアーだね。うん。<ー>で、プラスね、しかも、あの、その過去に戻って、いろいろやっても、 現在に全く影響しないっていうこと。うん。だから、戻って何かやって、現在に戻ったら何か変わってるって思ったら、また怖くてそこで何もできないでしょいや、まあそうね。うん。ちょっと何か変えただけで、変わっちゃう。それがどん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 膨れてって、現在が全く違うものになってる可能性があるんですうん。そうね。だから、その、過去に戻っても楽しくないの。そうなってくると。うん。 何もできなくて <laughs> 怖くてね、そ<う>ちょっと変えたもんならねだから、うん、その今の記憶を、えー、持って、うん、過去に戻って、いろいろやって、現在に帰ってくる、うんで、その現在には一切影響を及ぼさない、うん、こういうことなんですよね、うんうん、そう考えると、まあねどこ、どこですかって話、うん、いやー、今、自分の人生、どこに戻りたいですかってことか。 まあ一定期間帰れるっていうことだよね。うん。中学ぐらいかなぁ。おう、うん、なんでやっぱり、振られちゃったとか,かな。ああ。もう一回やり直してみて。うん、俺はね、あの、学校行ってた時とか、うん、その前とかは論外なの、俺の中で。うん。だって、過去の滞在期間で、うん、その何日しか分かんないけど、授業受けたくない、全然。ああ。うん なんかその、全く何にも使わない、結局帰った時何にも使わない授業を、なんか1時間かける5とか受けたくない。全然。うん。うん。で、じっとしてられない。最悪。平日全部それがあるって思う。それでもちゃんと受けとかなかったら、うん。未来の自分に影響しちゃうかもしれないね。影響しない、それは。あ、そうか、影響しないのかこの旅は。だから、じゃあ別に。だから、どんだけ勉強しても影響しないんだよ。おじゃあもう無視して、うん。授業中、 楽しめないどういう、どういうことですかみんな。怒られちゃうよ。普通に怒られちゃう。それもダメージないってもう別に。大人の感覚なら、そんな先生に怒られても別に。大人の、大人じゃない。大人じゃない。大人じゃない。懐かしいみたいな。大人じゃない。懐かしいとか言っても、何懐かしいってって。なんか制されちゃうよ。なんか、子供なんだからこっちは。言わないけど。まあまあね。そうそうそう。授業受けてらんない。あと、やっぱ、10代の頃は、金なさすぎる。 うん。好き、そうか、遊べない。遊べない。意外と何にもできない。うん。なんか、行動にないタクシーとかも乗れないし。なんか、ちょっと遠出できないね遠出できないでしょ金がないから、ちょっと楽しめない。うん。で、20代初めとかも、俺ちょっとやだ。うん。あの、バイトしたくない。うん。うん。めんどくさいことはもう、日常にめんどくさいことが多すぎて、ちょっとバイトしたくない。そうか。え、となると だから、あのー、そうなると、俺は考えたのは、うん、22ぐらいの、テレビ出始めの頃、<laughs> うん。うん。なんか、まあ、あ<ー>お金、そこそこ入ってきてて、ねうん、あの、バイトしないで済むでしょ <laughs> で、記憶あるわけ。<laughs> うん。だから、記憶あるってことは、今のお笑いの能力で、バラエティ一周目ができるっていうことああ、なるほどね。うんなる。昔すぎるとそうか、覚えてなかったりすると、そう,そ,うそう。そうああ、うまく、立ち回れない可能性があるのか。 覚えてなかったりするとっといや、そう、過去、中学とか戻りちゃうと、うん。あんま覚えてないから。ああ、そうか、そうか。その当時、こう動くとか分わかんなくなっちゃう。そうなんか、こいつ22の、バラエティ1周目なんだけど、すげえ、開始早くないかみたいな感じになるでしょなんか。ああ、なるほどね。うん。そう。でも思ったのが、気持ちいいね。澤部にイラつくんだろうなって思ったの。うん。いや、この頃のさ、ボケても全然来ないじゃねえか、やその、時期おい、来いよって思う、なんか。 おいお前、今のサベイもっと来るぞって、それは当時の、当時の澤部、ビビってる、たぶん、こいつ、なんだって、急に往来能力が上がってるって、なんでこの角度、やばいって、焦っちゃうだろうね、サベイだから、そのさ、先輩たちはビビらすこともできるけど、同時にサベイもビビってるって状態に、いや、でも、なんか、うわーっていくよね、お前がたぶん、そうそうそう。 この思い出巡りツアーなんだけど、あの、いろいろ考えてたの、俺は。でも、大きな、この穴があることに気づくの、俺は。うわ、すごって。うん。この思い出巡りツアーを使えば、大金持ちになれるっていうことを発見したの、俺は。え思い出巡りツアーでうん。今現在、大金持ちになれるっていうことが。 だって影響しないんでしょ影響しないんだよ。無理だよ、それは。これね、本当に映画とか漫画なのかもしれない。うん、この考え方で言ったら。どういうことあのね、あの、まず、思い出巡りツアーに持っていけるのは、記憶だけですよね。記憶は持っていけます、はいうん。で、思い出巡りツアーから帰ってきても、思い出巡りツアーの記憶はありますよね。思い出巡りツアーの記憶はあるのかツアーだもんね。そうじゃないと、何の意味もなくなっちゃう。<laughs> 確かにね。うん、うんうん 言っても、記憶がなくなったら、あったことじゃないもんね。娯楽としてね。そうそうそう。ツアーとして成立しないだから、思い出巡りツアーの記憶は帰ったときにはあるわけなんですよ。でも無理だな。持ち帰らないでしょ記憶しか。そう。ねこれを利用するんですよね。バックトゥー・ザ・フューチャー2ありますよね。で、あの、ビフが、未来のビフが、スポーツ年間っていう。そうそう。 なんかスポーツの結果が全部載ってる、ね、雑誌を持って、過去に行って、うん、過去で大儲けして、<う>で、現在に戻ったらお金持ちになってるっていうのあったじゃないですか、うん、だから、その頃のあの、俺が自分が今から戻る頃の公営ギャンブルの結果を全部調べて、うん、で過去に行ったら、うん、その競馬とか競輪とか当てまくるわけですよ。うんうん、であの、めちゃくちゃお金持ちになるでしょ、そしたら。うん、でこの 大金持ちになったお金、これは現在に持ってけないじゃないですか、持ってけないんだよね、そう、ルール上、ね、持ってけないですよね、持っていけないよじゃあ、持ってけないじゃんって思うでしょ、無理で、そんないよ、うん、穴は、そう、現在に戻ったら、そのお金、全くなくなるんですよね、ね、うん、ただ、その未来改変は全然、絶対にないわけだから、うん、だから、そのお金を得ることによって、過去でね、うん、めっちゃ動きやすくなるんですよね。 過去ではね。とにかくお金がめちゃくちゃある状態になるから。で、このお金を使って、マフィアとか、ヤクザとかと接触するんですよ。な、どういうこととにかく。で、お金で買収すんの。その団体を。いくつも。で、そのマフィアとかヤクザは、なんか、隠し金みたいの多分持ってるはずなんだよね。うん で、その隠し金のありかを、の情報を得るの。自分の買収した仲間のあれだから。で、それによって、お金は未来に持って帰れなくても、記憶だけは持って帰るでしょ。そしたら、その、思い出巡りツアーから帰ったことによって、隠し金のありかだけ知ってる状態なんだよね。 で、その隠し金を頂戴すんだよ。なんだよ、こいつ。アニメ見んのやめろよ。なんだよ、こいつ。これすごくないこれすごくないそれでも、映画とかアニメなんかなりそうだね。で、そっから隠し金得るけど、その団体との戦いみたいなね、もうストーリー的にはね。そう。あ危険顔伴うんもう一発ある。ね。あの、その、 まあ、こういうギャンブルで過去で儲けるでしょで、そのお金を使って、政治家と接触すんだよ。その、接触バターどうやって接触すんだよ。お金があればできるっしょ、政治家なんか絶対に。尋じゃないぐらい儲けて儲けて、支援したりとか。どの期間、どんぐらいいけてんの、その政治家と接触すんの。で、その政治家とめちゃくちゃ仲良くなったりして、その、政治家の、 なんていう秘密を握るわけですよね。いろんな政治家の。で、帰るでしょそしたら、ゆするの。その政治家あんた、これ、これ、これ、こうですよね。で、そっか金引っ張ってくる。ちょっと危険すぎるって。戻ってきての生活が危険すぎるよ。今のこの生活が崩れちゃう結局。いや、でも、大金持ちになれるよね。可能性はあるね。 いやいや、危うい発想だな、お前。俺、でも、このじゅ、この条件で、お金を過去から引っ張ってくるやり方は、なんかあると思うもっとありそうだけどな、なんかな。これ思いついた人は、送ってもらいたい。いいよ、ないんだから。俺、これ、すごいぞと思った。一人で考えてて。ちょっと危険すぎるね、いざ自分でやるってなったら。いや、でも、隠し金は。隠し金は。っ、てきる。 ハライチの「のののはい、間ですラジオクラウドの」のほ ApplePodcast、Spotify、AmazonMusic などでアフタートーク配信しています配信はこの後深夜3時くらいになりますこちらもぜひお聴きください白熱してましたけどね、えー、ちょっと深夜も一緒にねこれしかないでしょうっていう。 そうなんかな結構いいとこついたと思う、ね、確かにね、うん、そもそもでもこのもう戻ってそういう危険性が、うん、でじゃあ行かないだろうっていうことはやっぱ幸せなんだろうな、うん、今の実生そう言えるっていうことはねそういうなんかねエンディングかもな。 なるほどね物語としてやっぱ今がいいんだ確かにね今の人でダメだって戻りたいって思ってる人も結局本当トこう生きてるだけでまず髪締めようだからやっぱそういう人にとっては絶望を与える思い出ツアーになるか思い思い出ツアー確かにやっぱ変わらないんだよねお金もかかるしね 金策そうで他にないと岩井さんは断言してますこれは俺結構考えたんだよねどうなんでしょうかねということで全ての宛先は ht.tbest.show.jp 全て5文字でハライチの「H」とターンの「T」です TBS ラジオの皆さんはこの後木曜ジャンク「おぎやはぎのガネビーきでお楽しみくださいということで今週はこの辺でハライチサビしとまた来週また